生成バイパスは、静岡市清水区沖津東町から同市駿河区、マリコまでを結ぶ、国道1号バイパスである。生成バイパス千代田上土インターチェンジ、静岡市青池建一市にて終点となる、沖津インターチェンジ、静岡市清水区沖津中町にて、静岡市外を通過する国道1号原道の交通を迂回させることが目的で建設された。地域高規格道路、 静岡東西道路に指定されている。生成バイパスとも呼ばれているが、精神バイパスが正式な読み方。1968年に事業化され、段階的に開通がされてきたが、すでに宅地化されていた、八坂 IC 東瀬 IC の用地買収が難航し1997年に、大半の区間が暫定に車線で全線開通した。この開通は、 静岡県内の国道1号バイパスでは、日坂バイパスに次いで遅い。大部分は、高架ないしは、立体交差ではあるものの、清水地区は、暫定平面部として、平面交差が残っており、また、交通量が多いため、その箇所で、日中は渋滞することが多い。そのため、現在は高架化工事を進めている。鳥坂 IC 千代田は土 IC 館及び、 ハトリ IC 牧毛国 IC 間の4車線化工事が完了し、2015年3月1日より4車線化。牧毛国 IC マリコ IC 間は2018年12月22日に4車線化され、全線4車線化された。また、最後まで残った清水地区の平面交差部の立体化が事業化された。部分の内 IC IC は、 自動車専用道路となっており、原付及び 125cc 以下の二輪車は通行禁止となっている。2012年2月14日の静山トンネルの4車線化に伴い、同トンネル前後の歩道に幅1メートルの自転車専用通行帯が設置された。自転車専用通行帯は日本初の本格導入で、上り下りトンネルともに一方通行。なお、 東バイパス全通後も静岡市街地を通過する、県道は、国道指定を解除されずに引き続き国道1号として運用されている。4車線化された、ハトリ IC 周辺富士バイパス生成バイパス、岡部バイパスなお、牧家国 IC は、フルインターチェンジであるが、わらしな川とマリコわらしなトンネルに挟まれた、立地条件等から、沼津、 富士方面への合流は本線を平面交差する構造になっているため、本線上に信号機が設置されていた。本線4車線化工事と合わせて、牧家国 IC のランプウェイも改築されたために2015年1月24日に信号制御による合流は廃止された。高価格間の平和 IC 小府 IC、平和 IC 間の高価格間。計画当初は立体交差の予定であったが、 1982年に計画変更。1985年3月に片側2車線の平面交差で共用開始された。しかし、静畑山トンネル完成、生成バイパス全線開通後に交通量が増加して慢性的な渋滞が発生。これを受けて1998年度より見直しが始まり、2000年3月31日に、 高架への再度変更が決定、立体化工事が進められ、2008年3月24日、同区間が暫定2車線で開通し、2012年2月14日に4車線化された。マルコ・アラシナトンネル2005年度平日24時間、交通量清水区、鳥坂 ABC、生成バイパスが全線4車線化。国土交通省中部地方整備局静岡、国道事務所。 2018年11月26日閲覧。銀陣の四角、静岡の国道1号バイパス、自転車に一方通行規制14日から、全国初の導入。毎日新聞、h t t p m y n i c h j p セレクト、話題、ニュース、2012万20 204ddm01204-0012000、Chtml2012 年2月10日閲覧。 国道1号生成バイパス清水立体チューブ、地方整備局静岡国道事務所、2018年2月25日、閲覧。自転車、初の一方通行規制、車と同じ方向に、読売新聞、httpww. 読売、cojp、あってカース、ニュース、2012万214ミート 8T00775、htm? フロムイコールオスヨン、道路に関する件、官報第5967号、8、生成バイパス車道及び、歩道切り替えのお知らせ、国土交通省中部地方整備局静岡、国道事務所、 http://www.cbr.mlit.go.jp://s-h-i-z-u-k-o-k-u スラッシュプレススラッシュ a124 スラッシュ 01151HTML2013 年2月12日閲覧。国道1号生成バイパス車線切り替え前に、トンネルを歩いて見学。国土交通省中部地方整備局静岡。 国道事務所、2018年10月24日閲覧、ありがとうございます。